はい、始まりました。今夜も高須クリニックの動画センター、よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、前回のゲストの高須悦子先生の紹介で鵜飼先生の登場です。わはじめまして、鵜飼と言います。高須クリニックでは木曜日に主に診療しております。はい、はいはい。鵜飼先生はですね、僕の大学の4つ先輩なんです。で、僕がですね、医者になって3年目で形成外科の医局に入局した時の直属の上司でですね、いろんなことを教わった尊敬する先生なんです。ぶっちゃけすぎですね。もういろいろもう厳しかったですよ。僕が新米の時はそんなんじゃダメだって変われとか、もうそんなノリで、はい。でも患者さんにはすごい優しいんですけどね。はい、はい、では質問コーナー行きましょうか。はい、はい、まず、はい、得意な手術治療を教えてください。そうですね、ここではやっぱり目をいや顔の印象では目大きいところですので、やっぱり二重にしたりとか目を大きくしたりとか、あとはたるみに関しての治療も、はいはい、得意にしとるところです。目の手術ってなるとあれですか、切開二重とかよくやってらっしゃいますよね。そうですね、はい。どうですか最近 の若い女の子の要望細かいご要望多いですよね最近の若い人。そうですね、二重の幅、ここは何ミリで、ここからここ何ミリ、端から端まで同じ何ミリで、で目を開けた時に何ミリでとか、すっごいご要望厳しいですよね、はい、そうですね、最近の若い方は。なるべく僕もそれにご要望に応えられるように頑張ってるんですけどね。まあ、できない時はできないってはっきり言うし、最大限できることを提案したりとかしてるんですけどね、はい、そうですね、はい、ご要望はなので診察の時に、はい、はい、教えていただけると、はい、鵜飼先生はもう形成外科の専門医持ってらっしゃいますから、もう手先も器用だしセンスもありますんで、よかったら指名してください。はい、よろしくお願いします。ちなみに僕も形成外科専門医持ってますよ。そうですね。はい、では最近多い治療は何ですか。今も挙げたように目の手術の他に、まあ、たるみですと、たるみの治療もやはり人気の治療になりますね。はい、たるみ治療、どんな治療が多いですか。切る治療、切らない治療で、切る治療もあるんですけど、やっぱり患者さんのニーズ的には切らない治療か、はい、最近やっぱり多いのがウルセラサーマクール、イタリアンリフト、イタリアンリフトファインとか、はい、はい、あります。はい、はい、では次の質問いきましょう。好きな女性のタイプは。バッとは思わないんですけども、まあどちらかというと愛らしい人が、はい、好みで、はい、ですね。はい、じゃあ可愛い系か綺麗系か、どっちが好きですか。そうですね、可愛い系、可愛い系ですか。僕も可愛い系が好きです。お子さん綺麗ですもんね。いや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 。では好きな芸能人は誰ですか。芸能人ですか。その、スパッと浮かばないとかいけないですね。そうですね、愛らしいっていうと、まあ、堀北真希さんとか。いいですよね。でも最近の若い女の子って患者さんでもあれですよね、女優の何々ちゃんになりたいとか、モデルの何々ちゃんになりたいっていうじゃないですか、はい、どうです、パッと顔浮かびます。いや、例えば藤の森めぐちゃんになりたいとかって、藤の森めぐちゃんの顔思い浮かびます。すいません、そこまで浮かばないことが多いので、できればその写真とか、はいはい、教えていただければ、はい、大変助かります。はい、ちなみに藤の森さんはアゲハモデルですから、はい、勉強しておきます。はい、はいはい、あとは趣味は何ですか。そうですね、最近はよく映画に、はい、見に、はい、休暇あると映画見に行くことが多いです。はい、はい、最近見た映画は何ですか。ですやっぱり皆さん見に行かれたかもしれないですけれども、はい、風立ちぬとか、はい、いい映画でしたよね。僕も見ましたよ。どうでした。別に批判されてたけど、喫煙シーンが多いとか、はいはい、そんな多くなかったですよね別に。ま
そうですね、極めて、まあ、時代背景とか考えれば、はい、まあ、はい、あってもいいかなっていう感じはしましたけれども、ね、味があったし、はい、うん、結核のね、奥さんのそばでタバコ吸うシーンもなんか可愛かったですよね。そうですね、はい、そのストーリーを知ってみる分には別にそんな抵抗はなかったですよね。はい、そうですね、はいはい、ちなみに泣きましたか？いや、映画館では泣いてないですけど、ただ感動はしましたね。いや、僕ボロボロ泣きましたよ。はい、はい、はい、じゃあそんなとこですかね。はい、はい、ということで鵜飼先生はですね、僕すごく推薦します。すごく人当たりが良くて優しくて丁寧に説明してくれるし、患者さん受けすごくいいし、あとスタッフ受けもすごくいいです。はい、看護師さんや受付さんからも大人気です。ということで鵜飼先生をよろしくお願いします。よかったら指名してください。はい、よろしくお願いします。さようなら。おやすみなさい。それでは。